考えてもしょうがないでしょって、うん、自分で、そう自分次第でしょって言われちゃって、うん、自分が欲しかったものってたくさんあったから、うん、それが欲しかったなって思わせないようなお母さんになりたいなというか、こんにちは、まこちゃんです。今回は虐待家庭児童養護施設経験をした当事者はるしさんからのインタビュー後半です。前半では虐待経験についてや児童養護施設に保護されてから十分なケアを受けることができなかったこと、そして虐待は保護されたら終わりではなくその後も後遺症と戦い続けることについて話してくれました。このはるしさんの結構勇気ある声に対してフィードバックとしてそんなに打ち明けて大丈夫ですかっていうような声も多く聞かれたんですけど、やっぱりそれだけ彼女が勇気を持って話してくれたっていうことで何かこの問題の解決に少しでも近づいていければいいなと思っています。前回同様この動画は個人や施設を批判することを目的としているわけではありません。この問題を解決するために根底にどんな問題があるのかを一緒に考えてもらえたら嬉しいです。それでは後半どうぞ。でもさ、普段関わってるとさ、すごい明るいしさ、なんかそういう風に出さないのもすごいなって、うん、学校とか友達とかにもまあなんかすごいなんかエコにはやっぱ言ったりしてて、うん、って言うとやっぱそういう風に見えないというか、うん、そんなこともあったよというか、まあね、心の中のことだから、うん、まあ、施設とその学校の暮らしっていうのはどうだったのかな。高校も普通の高校に行ったし、まあ、小学校から小中高は普通の一般的な学校に行ってて、うん、それはすごい良かったなって思ってて、コンプレックスだったんですよ、施設にいるっていうことが。今は別にもう全然言えるんですけど、その時はすごい恥ずかしいことだっていうふうに思っちゃってて、施設の子って思われたくなくて、その学園人っていうなんか単語があって私たちを呼ぶ、それは別にいじめとかじゃないと思うんですよ。結構人数も私の行ったとこ100人ぐらいその子供がいたとこなので、やっぱみんな知ってるし、なんかその悪気ないのは分かってるんですけど、その時もなんかそれを普通に何気なく言われ使われてる時にやっぱりすごい傷つくというか、もう普通の生活もなんか規則がやっぱちゃんとあるから、施設はなんかテレビとかも見れないかったりとか携帯持てないとかで時代遅れというか取り残されてるみたいな感じはあって、なんかそこに話ついていけなくて、やっぱどんどんコンプレックスに感じてくるというか、なんか本当に今みんな勉強ができなくて、今思えばなんか何らかの事情で多分学習障害だったり ADHD だったりなんだろうなって分かるんですけど、その時ってその小学生で分かんないし、で周りの子たちも学園人ってなんかバカだよねって言ってて、特別学級の子たちも多かったので、その教室にいられない子が多くて、あとその友達とかも学園の子って結構学園の子で固まっちゃうから、そうじゃなくてはなるべく普通の子と関わろうって思ったりとか、普通の家の子だと思われたりっていうなんか謎のその時はあって、大事だよねそれ。これからでも変わってったらいいね、それはね。でもなんか結構私のいた施設も変わってきてて、それこそ人数も今多分ほんと少なくて、多分40人とか、だいぶ減ったんだ。中学校の時に、その自己開示できる先生がいたと思うんだけど、関係性はどうだった、良好だったり、それとも私の組のなんか担当の先生は結構コロコロ変わってるんですよ。年どのくらいの頻度で、どのくらいな、でも6人多分変わったんですよ。小3からその、まあ、高校3年生ぐらいのその時に、それこそちょっと愛着じゃないけど信用できた人ができてもまた変わっちゃうっていうのは結構難しくて、で最後の先生はすごい年が近いというか、割とすごい若い先生というか、本当に大学卒業してすぐ入った先生だったので、だから余計話しやすいっていうのもあって、分かってくれるところもあって、けどだからといってじゃあ何かそのケアを専門家に頼んだりとかできたかっていうとそういうわけじゃなくて、だからまあ聞いてもらえるのもありがたいけど、それ以上をしてほしかったかな、ね、今思うことは。10人で1人担任だったので、しかも小3から高3までの子を1人の先生が見るっていうのは、今考えるとすごい大変なことで、ね、だからそうなんだ、考えるとケアもで
できないのは、そうか、分からんでもないなというか、この体制じゃね、無理だなって。春にはさ、今保育を目指しようと思うけど、目指そうと思ったきっかけとか、いうとこなんかもうずっと自分はなんかちっちゃい時から保育士になりたいって言ってたっていうのは母親が言ってたんですけど、高3、中3とかその進路考えるときに、やっぱ自分のそのそういう同じようなその虐待で苦しんでる子供とかが、やっぱその虐待から離れたときに幸せって思えるような場所を作りたいというか、普通の一般家庭で育った子供よりも幸せって思えるようにしたいというか、っていうので保育士になりたいというか、そういう子供を助けたいなっていう。大学行ってその保育を学ぶことで、なんか自分の中で葛藤とかありましたね。やっぱそれこそやっぱ保育っていう勉強の中で、やっぱその虐待とかそういう社会的用語についてのがやっぱカリキュラムにあって、それをまあそもそも自分は学ぶために行ったんだけど、でもいざ授業を受けると、それこそ自分とやっぱり一緒にしちゃって苦しくなっちゃうというか、その授業として 見れなくなっちゃう。なんとかこう授業って考えようって戻そうとするんですけど、自分を。でもやっぱ難しくて、でもそれは学校の先生にも伝えたので、まあ先生もあのきつかったら別に受けなくても大丈夫だよって言ってくれたんですけど、とは言ってもやっぱり友達とかの目もあるし、なかなかそんな普通に出るって無理なんで、ね、でもなんか結構私も当事者とたくさん関わる中で、やっぱりあの自分と同じその児童養護の職員さんになりたいとか目指す子って結構多いんだなって感じてて、でもその中でやっぱりあのみんなそこの葛藤だったり辛いって言ってて、中にはあのその学校の先生に話したら、いやじゃあ単位あげないよぐらいなそんな対応もあるんだってちょっと驚くぐらい、まあ、まあもちろんそれは勉強しに来たし、そこもそこで分かるんだけど、なかなかこう当事者のこのその志ってあの素晴らしいんだけど、ハードルが高いのかなっていう。そうだね、なんか自然と向き合わなきゃいけなくなっちゃうから、離れられないからね、それとね。本当そう、大学生とかになってどんどん言えるようになって人に、今これが苦しいとか辛いとかって言った時に、中にはやっぱり養護施設の先生も言われた言葉なんですけど、なんかもういつまでもやっぱ過去のことというか終わったことは考えてもしょうがないでしょうって、自分での自分次第でしょうって言われちゃって、まあ確かにその言葉もまあ一理あるけど、でも実際された人からすると、そんな言葉で片付けられる問題じゃなくて、今辛いっていうことを、そうなんですよ、前向こうとはそりゃ自分だってしてるけど、難しい中でやっぱそういうことを言われることもやっぱあるというか、支援者さんでやっぱりいろいろ気持ちがあって寄り添ってくれる人も多い中で、その自分の乗り越え方ってみんなそれぞれあると思う、ただそれが全部正解ではなく、自分にとってはそれが正解だったけど、その子にとったらそのタイミングが正解ではなかったっていうのがあると思う。俺が自分がそのある当事者に会った時、虐待今受けてます、俺はこういう風に乗り越えてきました、だから今明るく生きてますっていうのを伝えられなかったの、その子に。だって今苦しいんだもん、今その瞬間から逃れられないんだもん、それの解決策とかアドバイスを、あのするのが正解でもないんです。そうだね、そう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 、愛着っていうのがやっぱ欠けてるっていうか、あのないじゃないですか、っていう中で、そう施設の先生って、多分小3の時の担当の先生とかはすごいハグとかをしてくれる先生で、言葉だけじゃなくて、そういうなんか自分が多分欲しいものというか、そういう温かみというか人の、それはなんかすごい今でも覚えてるっていうか、すごい嬉しかった気持ちって今でも覚えてて、体で表現するのもなんか一つというか愛着っていうので、やっぱ子供なんで、あとは嬉しかったのはやっぱりあの1対1でお出かけに連れてってもらえるっていうのはもうすごい今でもやっぱ覚えてるし、嬉しいっていうか、自分だけのなんか先生ってみたいな感じというか、なんかやっぱその今までもやっぱ家にそのいた時も、そういう妹と自分っていうので、やっぱそのなんかそう母親だけじゃなくて、その親戚とかの前でもやっぱすごい言われてたり、なんかはるちゃんは可愛くないって言われてて、でそういうのを言われ続けてきて、なんか目の前とかでもやっぱその母親が妹だけ抱きしめてて、で自分はなんか怒られてるみたいなのがすごいあって、でそれってやっぱ本当に辛いというか、虐待を受けた子受けてない子関係なく、まずなんかその子が
生まれてきて良かったって心から思えるような関わりを知ってほしいなというか、なんかそれは本当に施設出た後すごい私は困ってるというか、施設にいた時も感じてたけど、そのなんで自分いるんだろうっていうか生きてるんだろうっていう、でも出たら本当に一人というか自己肯定感を本当に上げることでやっぱりその自分って大事だなって思えて大人になれるというか健全な大人になっていけるから、幸せな明るい未来みたいなのを持てると思うから、自分がいてよかったって、ね、言葉で表現してもらえるのでも意外と覚えてるよね、私も覚えてる、未だに育て親に会うと大好きだよって最後に言われるんだけど、なんかおーおーなるけどめちゃくちゃ嬉しいもんね。子供時代の時にちゃんとしてないと大きくなった時にその愛情を求める矛先がやっぱいろんなものになってっちゃうっていうか、やっぱ危険なものになってっちゃうっていうので、なんか子供時代の時に愛着は形成し直すというか、その社会的用語でいろんな専門家たちでやっぱ共有して、その一人の子が健全な大人になれるような風にやっていってほしいかなっていう、その一番の夢みたいのはやっぱりその幸せだったなって思え、おばあちゃんになった時にすごい幸せで生きててよかったなって心から思えるっていうのがやっぱ目標というか自分の、でもその死ぬ時っていうかおばあちゃんになった時に、なんかそのちっちゃい時とか子供の時とかすごい大変だったかなみたいな、なんかあの時大変だったなぐらいになんか思えて、いろんななんか大事なその家族が自分にもできて、なんか幸せななんか人生だったなって思えるように、まずはやっぱ自分を大事にするところから今始めようと思ってて、そのやっぱ自分を大事にできないと人も大事にできなくて、自分が思ってるほどなんか相手も思ってると思い込みがちで、でもなんかそれってやっぱ自分に自信がなくて、自分を愛せてない分やっぱ人に愛してほしいって強く思っちゃうから、だからまずは自分を愛してあげるというかっていうのから始めて、まあ、そういう治療とかして、まあ、PTSD だったりとか、まあ、そういう精神疾患とか乗り越えて、まあ、幸せな家族を自分で持って、自分が欲しかったものをやっぱ子供に与えたいなっていうか、押し付けちゃうのは良くないけど、でも、うん、自分が欲しかったものってたくさんあったから、それが欲しいかったなって思わせないようなお母さんになりたいなというか、愛情は履き違えないように頑張ろうって履き違えると虐待につながっちゃうし、それが怖いっていうのも今実際あるというか、自分が虐待しちゃうかもしれないって思ってるから、聞きたいことをなんかいっぱい聞けた、もう無人としてるもんね、恥ずかしいまずね、今日伝えたいことを本当にありがとうと思ってて、やっぱ人前で話すこととかっていうのはポジティブに話しなきゃいけないって風潮もあるし、あの辛いことをこう前向きにやってるんだみたいなさ、エネルギーってこうね求められがちっていうのかな、その立つ人でも、今日本人が話してるのは本当に今のリアルな気持ちで今戦っていて、この声はすごく価値があって、それを話すことってすごい大変なんだけど、今日この声を聞けたことにすごく感謝してる、ありがとうって思っています。はい、だからすごく心がねざわざわしてて、なんかでもなんか俺にもまだあるんだなって思えた、全然俺もう乗り越えてるつもりだった、乗り越えてるつもりの自分もいたし、乗り越えられてなかったんだっていうのも自覚しながら今また前に進もうとしてるけど、なんかやっぱりこの自分でもそういう状態になるから、この虐待っていうものがすごく、まあ、施設施設に入ってに関わらず、残るものがある傷がすごく根深く残っていて、自分でも気づかないぐらいのところにいるっていうのは、やっぱり改めて経験者の声から聞いて思えたことかな。はい、当事者の声ってやっぱり私はたくさんのことをやっぱりつながってる中でいろんな話を聞いても、でもやっぱり誰かのためにこうやって発信しようってすごく勇気のいることだなと思うし、ましてこうやって
顔を出して出てくれてることにまずありがたいなっていうふうにすごく思うし、勇気ある行動を無駄にしたくないというか、この声をもとにもちろん世の中にはすごくこのたくさんの声を聞いてやっぱり動いてほしいっていうのが一番だし、なんか私はそんなにみんなにアクションしてみたいなのをすごく伝えたいとかは思わない方なんだけど、聞いてくれるだけでいいんだよってすごく思うけど、でもやっぱりこの春日の声に対してはみんな聞いたからには何かしらそれをあのシェアじゃないけど、やっぱりこういうリスクというか虐待がどのぐらい重いかっていうのを受け止めることで、それを認知して広めてほしいというか、そんだけあの人の心に残す傷っていうか、やっぱりそういうのをちゃんとなんか強く受け止めてアクションに、それこそ今回の会話つなげてほしいって心から、うん、思ったし、まあね、ブロ同様本当にありがとうございましたっていう気持ちでいっぱいです。僕も本当にその虐待って保護されて終わりじゃないんだよっていろんなところで言ってきたんだけど、やっぱりそれってご本人の口からあの体験から言ってもらうってことが一番あの伝わるなって思うし、本人の負担じゃなくてもっとね違う形であのもっと楽になれるあの治療の方法だったりとか制度だったりとかが整備されていったらいいなって思ったので、まあその他にもいっぱいねあの大事な言葉を本当にありがとうございました、うん、この声を出すのはすごく勇気があって貴重な声だと思う、あの出してくれたことを僕は本当に感謝してます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回は春日さんの声を受けて2020年7月19日から署名を集めるキャンペーンを始めました。虐待環境から逃れ社会的擁護に保護された子どもたちが適切なトラウマやメンタル治療ケアを受けられることを求めますということで、虐待を受け保護された子どもたちに適切な治療が受けられることを厚労省と内閣府宛に提出する予定です。ありがたいことに共同発起人と賛同者にはそうそうたる方々のお名前を掲載させていただいています。ぜひリンクからキャンペーンを覗いてみてください。皆さんのご協力をお願いします。